さて、京都を追われた一向宗ですね。一向宗は京都を追われたので仕方がなく京都から大阪へ逃げていきます。当時の大阪は豪華でいました。そして大阪の石山というところにあった本願寺を本拠地にします。これが石山本願寺、うちの石山本願寺なんですね。今の大阪城の近辺に建てられていたのではないかと言われています。一方、一年氏ですね、本願寺を焼きすることによって自分たちが今度は布教活動ができると喜んだわけですよ。日蓮宗万々歳ですね、日蓮宗から進めれば。でもさっき言いましたね、京都を本拠地にしたいのはどの宗教勢力も一緒やと。今度はその日蓮宗が追われる立場になってしまいました。1536年です。ね、布教活動を好ましく思ってなかったのは実は比叡山延暦寺の天台宗だったんですね。で、延暦寺の勢力は1536年に京都にあった日蓮宗の寺院をことごとく焼き討ちすることに成功したんですね。で、これで日光宗の勢力を追い出すことには成功したんですが、火をかけました。それも京都のあっちこっちに。で、火は煽られてあっちこっちの京都の京都中あっちこっちを焼け野原にしてしまったんですね。で、この焼け野原なんですけども、その被害は応仁の乱よりも激しかったと言われています。応仁の乱で京都のほとんどは改心に帰したと言われてるんですが、それを上回るっていうのはどんだけひどかったかっていうのがこの言葉だけでも想像がつくんですね。で、これ1536年に起きたこの争いのことを天文法華の乱と言います。この天文法華の乱も実はこれ広辞苑に載ってるぐらい結構有名な事件なんですね。で、この天文法華の乱もさっきの法華一揆も結局宗教勢力が、ね、自分たちが圧力団体と化して、で、本拠地として活動したい、つまり京都に京都の政治的活動に首を突っ込みたいという意味で起きた争いです。さて、戦国時代なんですよね。こうした宗教勢力同士の争いが絶えなかったわけですが、そんな勢力を維持しようと思ったら何やと思いますか？これなんですよね、お金。じゃあそのお金をどうするのかというと、実は宗教勢力の独特のやり方があるんですね。何かと言いますと、布教地における関所の通行税、つまり自分たちの本拠地である布教地のあっちこっちに関所を置くんですよ。で、関所を置くことによって通るときには必ず税金払えているんです。それが一つで、他には例えば布教地っていうのは人も物資も集まりますから商売したいって誰しもが思いますよね。ところがそこで商売しようと思ったらお前らに勝手に商売してる。寺の元で商売するんやったら寺の元で寺にお金を払わんかいということで商売するのにも税金をかけたんですよ。で、税金をそんだけ集めた税金を使って何をするか、僧兵雇うんですよね。僧兵を雇うことによって軍事力を高めるわけです。ちょっと書きましょうかね。要するに税金を集めました。税金を集めたことで、はい、僧兵を雇います。僧兵を雇ったことでもう安全やと。ところが僧兵一人雇うのにやっぱりお金がかかるわけです。お金がかかって今度はお金が足りなくなった。どうしよう。じゃあ通行料とかあるいは商売の税金上げたらいい。したがって今度また税金を増やす。税金を増やすことによってまた収入が増えた。で、今度収入が増えたらその増えた分の収入を狙っていつどんな強盗が襲ってくるかわからない。あ、それは困ると。じゃあまた税金は、失礼、また総費を取ったらいいや。身を守る、自分たちの身を守るためにはまた総費を増やしたらいいんだということで総費が集める。で、そういう集めると、また今度お金が足りなくなった。あ、どうしようと。まあ、ええやん、また
た税金上げたらいいやん。で税金上げる。で税金が上がってまたお金がかかって、あのお金が溜まって出られるんだったらそういうふうに取ったらいいというふうに、これずぐる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 回り続けられるんですよ、この図式が。じゃあこんなことどうなっていくか、ね、気がつけば、ね、こんなことを繰り返していることに気がつけば、政治力や資金力を持った巨大な圧力団体と化してしまったんですね。単なる宗教勢力じゃない、もう完全な圧力団体です、ここまで来ると。でしかも厄介なことに、この圧力団体巨大な経済力、そして武力を持っています。だから誰も逆らえない。またその巨大な宗教勢力は宗教勢力同士で激しく争う。そうすると周辺は焼け野原になる、などいつしかですね、宗教勢力というのは人々の暮らしや商業の発達に対して大きな障害になってしまったんですよ。まあ、したがって当時の人々の多くは大きなそんな障害と化してしまった宗教勢力を追放して元の過ごしやすい世の中に戻してほしいと切望してたんですね。これが当時の住民の願いだったんです。でそんな当時の住民の願いを高まる中で現れた人物がいます。誰か、その現れた人物こそが実はこの人、織田信長なんですね。こういう時に推薦料に現れたのがこの織田信長だった。